おはようございます。なんでいきなりそれ借りてきたら猫になるんですか。おはよう。あ、おはようございます。今日あれっすよね、今からメダンに、メダンからさっきなんかカケンコン、カケンコンって言われてる。カケンゴ、カカケタ、タケンゴ、タケンゴ。そこがアチェに当たるところなんですか。そうですね、そこがもう山の中。なるほど。そこの今日は農家さんをとりあえず一軒訪問するっていう、まあ夕方になるんですけどね、今朝の5時半。5時半。ジャカルタの国内線のターミナル、やっぱ国際線とは全然規模が違いますね。でも多分こっちの方が明らかにいいですね。僕一番次はソニー、とりあえず今メダンというところに着きまして、ここは北スマトラ島になるのかな。だいぶジャカルタから今3時間飛んで上に来たんですけど、ここからさらにまた1時間ぐらい、もう少し小さい、飛行機でロックスウェルっていうところに行って、そこから陸路でアチェに入る感じですね。とりあえず今マンデリンの聖地であるスマトラ島にね、足を踏み入れたということで、今からまたさらに、ね、移動しようと思います。あれが僕らが来た今乗ってたライオンウェアって言ったので、それよりはちょっと違う、ちょっと若干チェーンにか、陸行く、ああ。え、でもだいぶ湿気がなくていいですね、カラリとして。マスカ、あ、やっぱりプロペラやえ、プロペラ、やっぱりプロペラじゃん。メイクプロペラはない、プロペラ落ちてる。開いた？え、結局ぐるりと戻ってきたよ。え？え？あ、もう一回上？上？出戻り？説明のないまま。いきなりここで一泊。あと1時間の距離で。瓶変えるって言ってましたね、今。機体を？え？いや、あの、あれを、タイヤを変えてる。タイヤを変えてる？こいつですか、こいつがさっきピットインでタイヤを変えたって。プロペラや。よっしゃー、20分待って、こちらがタイヤ交換が終えたプロペラ機。今からこいつでもう少し北へ向かいます。超熱い、すげー回ってる。え、僕も初めてなんですけどプロペラ乗るの。すごい、プロペラが遅く見えるんですけど、これはカメラですから。ほんまやね。あ、ほんまや、実際見たら早いよ。大丈夫っす。我々が乗ってたプロペラ機で、ここが着いた空港、田舎ですね、なかなか。こっからまた車で移動します。とりあえず今、ロークスの上に着いたんですけども、タイガーさん、こっから車で移動ですか。ここから車で2時間から2時間半ぐらい移動します。カケってこれどこ行くんですか、今から。今空港が、海沿いにあるので、はい、そこから、アチェの中心部に湖があるので、湖、はい、でそこに向かって走ってて、途中に農園に寄る感じです、ね、あ、なるほど、今日寄るんですね。はい、今から、西に向かって走ってます。西、そこでは今日何見るんですか。不老酒を生産してる農家さんを視察して、はいはいはい、あ、じゃあ昨日言うてはった、フルウォッシュの、はい、工程は明日。明日、あ、なるほどなるほど。今日は生産してる農家さん。ざっくり寄って、まあ今、はい、日本から今1日半ぐらい経ったんですかね、結局農園来るのに。で、ね、今日はちらっと見てホテルとりあえずって感じですか。はい、でその後打ち合わせをして、はい、課題点を洗い出して、課題点もう一度明日行きますか。わかりました、はい、じゃあ明日からガチガチのコーヒー本番っていう感じで。そうですね、わかりました、お願いします。よろしくお願いします。この辺、あ、じゃあここら辺が、あ、到着？マジか。コーヒーです。今もう完全にアチェの零細農家さん、マイクロ農家さんに来ました。
こんな感じで、あ、もうゴリゴリの熟した実が。これが今プルーニングの途中。プルーニング。プルーニングは一つの目的とした日射量を中まで入れるっていうのが一つと、はいはい、あとは枝を切ることによってもう一回活性化。活性化は、まあ言ったらこれ空間開けてやるってことですか。空間を開けてあげるのと、あえて切ることによって新芽が出やすいね。へえ、あ、去年はここで切って、ここから新しく新芽が出るように。はい、なるほどなるほど。はい、だからストレスを与えてあげて、はい、次の新しいブロック。なるほど、これで枝がしなっていうのは別に元気がないからとかじゃないんだ。ここの生産者を選んでる、ナイスオッケー。ここの生産者を選んでいる理由は、はい、日本コーヒーの場合はスクリーンサイズ、はい、18アップっていう縛りがあるので、はい、ある程度、はい、標高の、緩やかなところ、はい、大きく育つっていう。あ、そうなんですか。標高が高くなればなるほど、豆って、小さくなったりするんですか。昼夜の寒暖差がきつくなるんで、はい、豆がちっちゃくなっていくんで。へえ。ここ今標高1200メーターぐらいでしたね。1300ぐらいか。アテンスーパー。アテンは基本的にはもともとはティピック。え、この品種の名前ですか。品種の名前アテンスーパー。当然変異種。めちゃくちゃついてるな。インドネシアの場合は、はい、年に2回収穫があるだけじゃなくて、はい、雨季と乾季の、はい、区切りがあまりないので、はい、年がら年中、はい、チェリーはつくし、はい、年がら年中開花はするし、年がら年中収穫はすると、はい、そのメインのクロップが、春と秋に分かれるっていうだけで、一気に他の産地と同じように一気に開花が白くなって、はい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 、なって赤くなるというよりは、みんなこうやってポツ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 分かれていく感じ。じゃあもう年がら年中収穫とかするんですか。基本的には。あ、で多少のわけもあるけど、でやっぱり土壌がこうやって結構黒いんよね。はい。でリントンとか行くと、はい、この辺が茶、あの茶色っぽい、もうちょっと乾燥した土。あ、はあ、これじゃあ水分が結構高いか。しっかり、はい、保有水分量が高い。はあ、アチェは湿度が高いので、保湿度も高い。肥沃度からいくとこっちの方が、アチェの方が、土壌の栄養素はずっと高い。はあ、さっき言ったそっちの方が味的にはこう深み重くなるって感じですか。ボディが、ボディ酸味感も強い。なるほど。リントンでいうと茶土はその香りとかの方が強くなるって話。結構乾燥地区になってくるんで、はい、土壌もあって品種もあったりするんで。うんうんうん。これは土壌の何を測ってるんですか。ペーハ度です。あ、ペーハ。本来ならば、はい、他の産地行くとここまで土壌がこう湿ってると、このまま刺してもいけるんですけど、はい、他の産地とかで、はい、土壌が乾いてると水を巻いてあげて、 ある程度保水してあげてから刺して15分20分ぐらいやらないと正確なやつが出ないんですよ。なるほど。でこれを定点的に何回しか、なるほど、やってサンプリングをする。 Can you check the soil pH? いやいやいや、え、Yeah, of course, but still, like, the street. Evening. Collectors. Collectors come there for coffee. It's a matter of...